ハンターハンターの作者の富樫義博先生、ガラスの仮面の作者の三内すずえ先生、健康診断は行ってますでしょうか？もし行ってないのであれば、行ってください。やっぱり私の好きな漫画なんですね、二つとも。ハンターハンター、ガラスの仮面は。これはまあ、知ってる方は知ってると思いますけど、まあ、連載がストップして、また再開して、ストップして、再開してって感じで、ちょっと進みが遅いんですね。話の。なのでですね、ちょっと心配なんですよね。はい。やっぱり最終回見たいんで、ただやっぱり健康にはですね、気をつけていただきたいんですよね。無理をして、なんか、重い病気になったりすると大変ですからね。まあ、やっぱ怖いですよね。漫画家っていうのは、個人事業主なんで、その周りに管理してくれる方がいないと、もう一人でずっと突っ走って漫画を描いてしまうっていうことが多々あると思うんですよね。で、24時間中20時間働いても、個人事業主なんで、労働基準法にも引っかからないんでね。働きたいだけ働けてしまうっていう。そういったところを、もっと出版社の人が管理してくれればいいと思うんですけど、あんまりガチガチに管理して、その一般的な職業のように規則正しい生活をすると、面白い漫画が生まれない気もするんですよね。きっちり朝起きて、8時間きっちり働いてみたいな。なんか、傑作生まれなさそうですよね。そのバランスは難しいですよね。命を削ってもう疲れながら書いたものが傑作みたいなこともあり得ると思うんで、これ難しいですね。ただやっぱり病気になって亡くなってしまったらもう続きは書けないので、漫画よりご自分の体第一でやってほしいですね。で、こんな小さなチャンネルの人が言って届くわけないだろうって思う方がほとんどだと思うんですけど、私はそう思わないですね。意外と届く可能性あると思うんですよ。ゼロパーじゃないと思うんですよね。まあ、1%もないと思うんですけど、届く確率。まあ、本人が、そういう自分の名前でエゴサーチをする可能性もゼロじゃないですし、YouTube で。自分のことをなんか喋ってる人いるかな、みたいな感じで調べる人っていると思うんですよね。まあ、でも、富樫先生はそういうことしなさそうですけど。だけど、富樫先生にはお子さんがいるんで、そのお子さんが自分の父親の名前で検索して、あ、なんか、パパのこと心配してる人いるよ、みたいな感じで、届く可能性があります。そのわずかな可能性にかけてこの動画を撮ってるんですけど、とにかく無理しないでほしいですね。もう、どんどん救済して、今まで通り救済して、構いませんので、健康に気をつけていただきたいと思います。ハンターハンター、ガラスの仮面最終回読みたいんで、はい。よろしくお願いします。あと、ワンピースの最終回も見たいですね。ただ、ワンピースの場合は、もうなんか最終回を書いてるって噂があるんですよね。もう、作者の方も完全に最終回はこうだって決めてるらしいんですよね。で、その内容は歴代の担当編集者の人に全員に伝えてるっていうのははっきりと聞いたことありますね。テレビの番組だったか雑誌だったか忘れましたけど。だその担当の編集の人はワンピースのラストを知ってるってことですね、全員。で、ワンピースっていうのはその今までの冒険が宝物だみたいな、そういうふわっとしたものじゃなくて、完全に形あるものがあるらしいですよ。ワンピースっていう。それは何なのか。これは知りたいんでね。最終回楽しみですね。
多分5年以内に最終回来ると思うんですけどね。その話も、富樫先生に戻る。富樫先生は、ハンターハンターの前に書いてたレベル E の、さらに前に書いてた幽遊白書っていう漫画、これもまあ大人気の漫画なんですけど、これ書いてる時に一回死にかけてるんですよね。後日談として本人が書いてるんですけど、心臓がめちゃくちゃ痛み出して、あ、このまま行くと死ぬと思って、幽遊白書の連載をやめさせてくださいって申してたらしいんですよね。命削って書いてたってことですね。そういうのもあって、もう今は無理はしてないみたいですね。今2年ぐらい連載ストップしてるんですかね、ハンターハンターは。早く続きみたいですね。だこの早く続きみたいですねが、プレッシャーになる可能性もあるんでね。まあネットでは、やっぱり大人気の漫画なんで、富樫仕事しろみたいなことを書いてる人もいっぱいいますけどね。見たいですね。ハンターハンターとガラスの仮面は、見たいっす。結構2人ともいい年だと思うんですよね。多分50歳超えてんじゃないですかね。2人とも。ガラスの仮面は、いつ出会ったかちょっとわかんないですけど、きっかけは、父親が、この漫画面白いらしいよ、つって持ってきたんですよね。で、渡されて、少女漫画か、つって、少女漫画全然興味なかったんで、その時。いやー、少女漫画はちょっとって思ったんですけど、まあ、読まずに返すのはあれだなと思って、まあ、つまんなかったらつまんないっつって返そうと思って見たんですよね。そしたらもう一巻からドハマりしまして、なんだこの漫画って、すんげえ面白いんですよ。はい。絵はまあもろに少女漫画なんで、ちょっと最初は受け付けなかったんですけど、いや、あんな面白い少女漫画があるんだと思って、偏見が完全になくなりましたね。やっぱり読みもしないで批判はしない方がいいですね。まあ、ただ、ちょっとガラスの仮面はちょっと特殊ですけどね。少女漫画っていうか、もうちょっとスポコンに近いんで、あれ。裸足の弦じゃないわ。明日のジョーとか、巨人の星とか、そっち系統だと思ってますね、私は。もう少女漫画のね、恋愛要素もありますけど、そっちメインじゃないんですよね。まあ、そのラストが見たいですね。まあ、あまりに、期間が離れてて、もう最後の忘れてますね、内容。紅天女が決定したんだっけ？それすら忘れてます。もう読んだことない人は何を言ってんのかわかんないと思いますけど。ハンターハンターはかろうじて覚えてますね。すごい悪い奴が能力目覚めたんですよね。すごい強い能力に。そこを、で、終わってる感じですかね。気になりますね。だから二つとも、本当にラスト、見たいんでね。